二人ともどうしてここへ。パパが大変なんだ。アコ、パパに何があったの？大変よ、ジャックが罠にはまっちゃったの。なんとかならないの？無理、何か機械の仕掛けでどうすることもできないの。そんな。アコ、ジャックはどこにいるんだ？この建物の地下よ。アンディ、行くぞ。同じようにやって。パパ、僕と同じようにやって。アンリー、ジャック・ゴーズ。ありがとう、アンリ。助かったぜ。さすがアンリ、あんな難しい仕掛け簡単に解いちゃうんだもん。まったく、アンリのおかげね。頑張る。サマノスケ、いよいよ時のねじれ装置を動かす時が来た。あそこエッフェル塔だ。エッフェル塔？だがお前らはそれを目にすることはできん。ここで死ぬのだからな。逃げるんだみんな。ミシェル、アンリを連れて先に行け。
る。ミシェル。大丈夫よ、アンリ。大したことないわ。ミシェル。アンリ。よかった。アコ、こっちはもう大丈夫だ。ジャックのところへ行ってやってくれ。パパに伝えて。ミシェルをお嫁さんにしてって。アンディ、分かったわ。急げ、爆発するぞ。アコ、大丈夫？おっさん、なんとかな。アンリとミシェルはうまくいったよ。ああ、ありがとう。よかったね。もうミシェルとゴールインできるよ。ああ。そうだな。よし、先を急ごう。ここは琵琶湖だ。日本の。お前は心配するな、ジャック。この男は味方だ。悪いのん、主君の手前玄馬に味方せざるを得んかっただがや。ほんでも奴らのやり方にはもう我慢ができへんわ。頼むて
おまんたちの仲間に入れておくれん。この通りだな。わかった。歓迎するぜ、兵八。ありがたいわ。うう、寒い。この季節に雪が降るなんて、これもゲンマの仕業だね。そうだな。ぐずぐずしてる暇はない。言い伝えでこの辺りに奇軍種があると聞いた。その奇軍種には鬼の軍兵が封じ込められている。それを探し出せれば必ず安土城を落とせる。なに、こんな玉の一つや二つすぐに見つけ出してやるだがや。いや、平八、お前は安土城へ戻ってくれ。中から手引きしてくれる奴がいるとはありがたい。わしも一緒に暴れたかったが、しょうがないじゃん。じゃあ、早速探しに行こう。安土城で待っとるでね。簡単に飽きそうにないな。
二手に分かれよう。俺は屋敷の外を探す。お前は中を調べてくれ。分かった。後で会おう。うん。これが奇軍種か。ああ、そうだ。準備は整った。アジジアへ突っ込むぞ。俺たちはアスル、逃げジャック。おっ。